どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいキャラクターは BB です。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただしこうした非公式の考察を知ることによって、ワンピース本編を読む楽しみが損なわれると感じる方は、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか。行きましょう。現在、ワノ国編では悪魔の実の語呂合わせが2と9になりそうなルフィの仲間キャラが数多く登場しており、考察界隈では10人目の仲間予想レースが白熱しています。なぜ2と9が10人目の仲間だと言われるのかおさらいしておくと、麦わらの一味の仲間キャラが持つ悪魔の実の語呂合わせに2と9を足せば、ゴム足す、人足す、読み足す、花足す、29はサニー号、325サニー号が成立し、さらに1から9の数字全てが埋まるからです。この法則からいくと、表紙や扉絵、CM などで麦わらの一味と自然とマッチしている10人目の仲間の有力候補と言われるお玉はおそらく外れています。それは5月1日に発売されたワノ国編のビビルカードで、お玉のきびだんごの能力がきびきびの実だと明かされたからです。きびきびを語呂合わせするとキビキビ92ですから、2と9ではあるもののサニー号325が成立しません。さらにお玉のカードの色は麦わらの一味を表す赤ではなく水色でした。もちろんこのカードの色は今後変化するかもしれませんが、こちらの動画でも考えたように、お玉のただ海へ出たいという夢はやや弱いので、麦わらの一味に加入する可能性はかなり低いのかもしれません。となると、とりあえず悪魔の実の語呂合わせが成立していそうなキャラクターは、金右衛門のフクフク、忍の熟々でしょうか。ただこの2人の夢であるワノ国の開国はワノ国限定の話なので、あまりルフィたちとの航路とは合致しません。僕はこちらの動画で、麦わらの一味加入条件は自分の夢をルフィにかける時だと考えています。そうなるとがぜん浮上してくるのがヤマトでしょう。ヤマトの悪魔の実の語呂合わせが、例えば猫猫の実ならばニャンコと強引ながら条件が揃い、麦わらの一味加入の可能性が高まります。ヤマトの夢は海へ出て冒険したい、おでんのように自由に生きてみたいですから、光月おでんと同じようにヤマトもラフテルへ到達したいと願う可能性はあります。それにヤマトには麦わらの一味にはない要素をかなり持っているので、メンバーと被りがありません。現代にマッチした性別による区別がないジェンダーフリー感を持っています。やはり10人目の仲間はヤマトで確定でしょう。というかヤマトでもういいでしょう。条件はいろいろ揃ってるでしょ。がしかし問題は、尾田先生が歴代担当と激論を交わして作り上げた構想10年のビブルカードです。ビブルカードの麦わらの一味の並びは以下のようになっています。001ルフィ、002ゾロ、003ナミ、004ウソップ、005サンジ、006チョッパー、007ロビン、008フランキー、009ブルック、010ジンベイとなっており、問題は011以降です。011メリー号、012サニー号、そして013ビビです。その後は014ロジャー、015アンジョー、016モンスター、017シャンクス、018ラッキールー、019ヤソップ、020ベン・ベックマン、021ミキオ・イトウ、022マキノ、023ヒグマとなっており、ヤマトが入る隙間がありません。序盤のビブルカードの番号はすでに埋まっているのです。もちろんビブルカードなんてただのお遊びなので、番号の並びなんていくらでもしかとできますが、尾田先生は連載初期から仲間に誰を入れるのか考えてあると思われ、それを構想10年のビブルカードに反映しなかったとはなかなか考えられません。僕の願望はヤマトが麦わらの一味に加入してくれることなので、ビブルカードの並びなんてしかとしてヤマトを麦わらの一味に加入させてほしいのですが、考察に市場を挟むことはできませんので、ちゃんと考えると思い出されるのは麦わらの一味の船大工仲間入りレースです。当時はこの34巻の表紙を見て、核が仲間になる、いや、やっぱりパウリーでしょう、大穴でルッチじゃねと盛り上がりました。その結果はフランキーでした。ツイッターでやり取りしましたが、フランキーは今では麦わらの一味に確かにしっくりきています。じゃあヤマトの枠がビブルカードにないなら誰が10人目なんだよ
と思われるかもしれませんが、麦わらの一味10人目の仲間でしっくりきて、ビブルカードの並びでも違和感がない人物、それは一周回ってビビでしょう。ビブルカード013のビビの位置は、麦わらの一味に正式加入してもカードの並びに違和感がありません。前回のこちらの動画でも考えた通り、アラバスタ王国が神である天竜人の抵抗勢力であれば、アラバスタ王国王女ビビは天竜人、世界政府と今後古代兵器プルトン関連で敵対していくと考えられますから、世界政府と敵対していくであろう麦わらの一味と行動を再び共にしていく流れはあると考えます。そしてアラバスタは聖地マリージョアで開催された世界会議レベリーの後に事件が起きています。これはおそらくコブラ王が五老星にアラバスタで守られていたポーネグリフの存在意義を問いかけたからでしょう。908話で五老星はコブラ王が面会を求めていることを話していました。コブラ王は823話でポーネグリフの存在意義、アラバスタ王国が800年前世界に何をしたのか知りたいと言っていました。コブラ王は代々アラバスタ王家はポーネグリフを守ることを義務付けられてきたとロビンに言いましたが、ロビンは守る、笑わせないでと切れていました。アラバスタのポーネグリフはおそらく守るものではなく、むしろ隠蔽されてきたのでしょうか。そしてポーネグリフの解読は禁止されており、それは重罪ですから、五老星にポーネグリフの存在意義をマリージョアで問い詰めたであろうコブラ王はおそらくマリージョアに幽閉されているのではないでしょうか。となるとポーネグリフ解読の罪でオハラにバスターコールがかかったなら、アラバスタにもバスターコールがかけられる可能性はあるでしょう。ポーネグリフを解読していたロビンやオハラの考古学者たちは世界政府から悪魔と呼ばれていましたが、悪魔といえば神の天敵 D でもあり、そしてビビという名前の由来もおそらく悪魔です。それは以前も考えたようにアラバスタ王国のモチーフはエジプトプラスインドであり、インドのジプシーロマの伝承にはビビという女に化けた赤い服の悪魔の話があります。これらのことから世界政府と敵対する悪魔ビビが一周回って10人目の仲間になる可能性はストーリー上でも大いにあり得ます。そして注目したいのはジプシーです。ジプシーといえば僕の世代ではドラクエ4の踊り子マーニャを思い出すのですが、ワンピースマガジンボリューム10では麦わらの一味の初期構想画が公開されており、そこには意図的に消された10人目の仲間の痕跡がありました。そこにはボレロと書いてあります。ボレロとはスペインのダンス曲や踊り子が着る服ですが、もしかすると初期構想の麦わらの一味の10人目の仲間は踊り子だったのではないでしょうか。それはおそらくビビのイメージ。ビビことミス・ウェンズデーはビビの黒歴史として魅惑のめまいダンスというなんか恥ずかしい踊りを踊っていました。ちなみにスペインの踊り子で連想される人物はもう一人ビエラがいます。このビエラもビビと同じく麦わらの一味の敵として現れ、その正体はビビと同じく王女であり、最終的に協力してくれましたが、面白いのはドレスローザ編の終幕801話でビエラは踊り子として踊った後、ビビのように国民に向けて終戦の放送をしており、ビビとビエラは同じイメージでつながっています。そしてさらに考えたいのはビビがルフィの仲間になるための条件です。僕はこちらの動画で麦わらの一味の仲間になる条件の一つとして、それは落とし前をつけてルフィに自分の夢をかける時だと考えました。ビビの夢とは何でしょうか。ビビはルフィからの勧誘を断った理由をアラバスタ王国を愛しているからルフィたちと冒険へ行けないと言っていました。ここでルフィはものすごくがっかりした顔をしています。しかし逆に言えば、例えば愛する父コブラ王が捕まったり、愛するアラバスタ王国にバスターコールがかかるなら、ビビはルフィたちと再度一緒に冒険に出るかもしれません。そしてビビが一周回って10人目になると、ビビは悪魔の実を食べていませんから、2と9の悪魔の実はビビに関係のないところで成立するでしょう。それはこちらの動画で考えたバーソロミュークマの肉抜きをフランキーが受け継ぐか、もしくはフランキー将軍というものに食べさせればサニー号325が成立します。このようにビビが10人目ならサニー号を守っていたクマの肉抜きの伏線も回収できて、ビブルカードの並びにも違和感がありません。となるとヤマトはどうなるんでしょうか。ヤマトの語呂合わせはヤマト、魔を丸のゼロと捉えれば800話でもヤマトの語呂合わせは成立します。800話は古文杯。そしてヤマトはおそらく覇王色の覇気を有している可能性があり、ルフィのように仲間を従えるカリスマ性を発揮すれば新百獣海賊団を結成して麦わら大船団の傘下になるという可能性も考えられるでしょう。
しかしそれでも僕はヤマトが麦わらの一味になることを願っています。その理由はただ一つ、ヤマトのここです。以上です。今回はビビのキャラクター考察としてビブルカードを交えて一周回って10人目の仲間の可能性を考えてみました。もちろんビビは正式な仲間というよりもサポートキャラとしてルフィたちと行動するだけという可能性もあります。皆さんはどう思われましたか？ご意見や考察してほしい謎があればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。